たけし、今ゆっくりとグリーンのリングに上がりました。第1試合シングルマッチ3球と一本勝負を行います。ラオコーナー220ポンド橋まこと突撃あるのみ橋まこと、裏がコーナー280ポンド力尾たけし、頂点まで待ったなし力尾たけし。水瀬村からお送りしています。ワンナイトナビゲーション第4試合はシングルマッチの30分一本勝負、橋誠対力尾たけしの一戦です。ノアでは3度目のシングル対決、今ゴングが鳴らされました。30分の一本勝負で行われます。今画面左側に回り込みました。黄色い髪の毛が橋誠、画面右側が力尾たけしです。押し込んでいったのは力尾、ご覧の体格差、スーパーヘビーの力尾がまずは押し込んでいきました。ロープブレイクの場面、相手を突き放してそして力を誇示するように離れていきました、力尾たけし。画面左の力尾が180センチ95キロ、いえ191センチ130キロ、対する橋が180センチ95キロです。35キロの体重差があります。覆いかぶさっていったのはやはり力尾。2度目の場面ですが、力尾どうだ？一発叩きました。元幕内力士の張り手です。キックで応えた橋。エルボーっていく。ヘッドバット。連発打っていく。3連発。そしてヘッドロックの体勢で締め上げていきます。それをロープに振る力尾、足が返ってくるところ、どそれでアタック、大きく湧きました。水瀬村トコトン山キャンプ場の特別リングです。ショルダータックル連発で打ってきました。たまらず場外にエスケープの橋誠です。場外で痛んでいます。あー力尾が追いかけていきます。キック打った、連発で打つ、さあ捉えた、鉄柵攻撃、大きな音が響きました。そしてキックを打つ。普段は駐車場として使われている場所にリングを作っています。この場外のマットの下は硬い硬いアスファルト。今リング上に橋が戻っていきました。力尾が追いかけます。赤コーナーにもたれかかる橋、キックを打っていく力尾。力尾が攻め込んでいきます。これが3度目のシングル対決、過去2度とも力尾が勝利を収めています。この試合もやはり主導権を握っているのは力尾です。ヘッドバットでやり返す橋、同じくヘッドバットで返していく力尾、両者のヘッドバット合戦、意地と意地がぶつかり合います。あー痛い痛い音が聞こえてくる。あー橋が落ち込んだ。この勝負は橋が軍配を収め、軍配が上がりました。そして力尾は場外です。橋が追いかけていきます。さあエプロンからダイビングヘッドバット、大きく湧き上がります。キックを打っていきます。さあ力尾を引き起こしてリングの中に戻していきます。なおもキックを打つ橋。画面向こう側が少し芝生が見えます。スキー場になっていまして、冬はスキー、そして夏はグラススキーを楽しむことができます。そのスキー場の斜面、グリーンの芝生のスロープにお客さんが腰掛けてこの試合を見ています。屋外からの中継としてお送りしています。さあ橋が腕を取り返した。バックに回った橋誠、腕を取り返します。橋はエルボーを打ってなんとか打開しようという、ああヘッドバット、やはりヘッドバットです。橋誠、試合の序盤有利に進めたのは力尾たけし、しかし得意のヘッドバットで橋が流れを変えました。そして左腕を取って締め上げていきます。今日は6時半に試合が始まりました。試合開始当初はまだ淡い水色の空をしていたんですが、すっかり上空は闇が支配をしました。かなり緑の森深いところにあるここトコトン山キャンプ場なんですが、漆黒の闇が支配をしまして、森と空もう境目は見えなくなっています。真っ暗な中、グリーンのリングがぽっかりと浮かび上がっています。
力王の左腕を執拗に攻めていきます橋誠。体を預けた。この橋の同期入門が力王のパートナーを務めます森島武史です。力王は去年の5月28日にデビュー、一方の橋はデビュー4年目を迎えています。キャリアでは力王を上回っている橋誠。力王は28歳、橋は24歳です。橋の構成が続きます。力王は角界経験があります。元前頭4枚目まで行きました。ですからキャリアは橋の方が上なんですが、年齢は力王の方が上回っています。試合は5分を経過しました。なおも力王を攻め続けます。ノアになってから1年間同期の森島とは大きな差がつきました。なおも左腕、おっと足に絡めていきます。キーロックの体勢に入る。力王はロックしてなんとかこれを止めようとしています。橋誠がこれは珍しいキーロックを出して、そして締め上げていきます。力王とパートナー森島とは同期、森島とデビューが3日違い、そして年は橋の方が森島よりも1つ上です。ですから年もキャリアも近い森島、この1年間で大きく水をあけられました。さあセカンドロープの上からダイビングヘッドバット。やはりその力王の左腕に攻撃の照準を絞っています橋誠。橋に聞きました。力王は4つ年上だが、あくまでも自分の後輩だと思っている。過去2回負けた対戦があったが、結果的に負けがついただけで自分は勝負に負けたとは思っていません。そう強気なコメントを話しました橋誠。試合前から気合のみなぎる表情を見せていましたが、それを試合で体で表しています。たまらずロープに逃れました力王武史です。お客さんで埋まっています。とことん山キャンプ場の特別リング、この水瀬村なんですが人口が3000人、しかし前回ここで試合があった時には6000人集まりました。さあニュートラルコーナーに橋が登っていく。ああしかし力王は気づいた。張り手一発、大きな音が響きました。前からもんどり打っていきます橋誠。今度は力王が反撃に出るか。左腕をなおも気にします。それだけ長い時間橋の攻撃をこの左の肘一点で受けてきました力王。さあロープリフター力を見せる。ショルダースルー、高さがあります。遠くからはスズムシの鳴き声も聞こえてきます。屋外で行われている8月15日今日のワンナイトナビゲーションです。しかしそんなのどかな雰囲気を打ち消すようなこのリングの大きな音、そして力王の叫び声、激しい争いが行われています。さあ抱え上げた。この状態でどうする。あーっとニュートラルコーナーに持っていって、そしてこの体勢はパイルドライバー脳天食い打ち、カバーに入る。固い固め返しました橋誠。ああ橋が鼻からでしょうか出血しています。橋が流血、なおも攻め続けます力王。さあ抱え上げて、これはボストンクラブの体勢だ。逆エビ固めに入りました。腰が乗りました力王。力任せに背中を曲げていきます。ハークのボストンクラブ、橋の顔から血が滴り落ちています。なおも締め上げる力王たけし、いつでもギブアップはしません橋。力王は後輩だときっぱりと言い切りました橋。過去2度敗れていますが、ここで負けるわけにはいきません。あるいは口を切ったんでしょうか、口のあたりから激しく血が流れています橋です。グリーンのマットの上、点々と赤い血が落ちているのが見えます。張り手を打った、張り返す橋、なお持っていく力王。力王と張り手は相撲仕込み、3連発で倒れた。そしてカバーに入ります。片指片目、橋が返した。相撲の取り組みによってはこの張り手一発で意識を失う力士もいますが、3発食らってダウンも橋返していきました。力王が攻勢です。一気に決めるか力王、体を預けていった。
力王の肩口にも箸の血がついているのが見えます。さあリングの中央でキャメルクラッチ、箸の両腕を自分の膝に固定してキャメルクラッチ上体を反っていきます。背中を重点的に攻撃していく力王たけし、リング中央です。橋誠この状態ではサードロープまで逃れることはできません。さあ力を込めていく、大きな声が出る力王、橋もこらえる、いつでもギブアップは奪われないという橋、力王が離しました。さあ飛んでボニープレス、130キロが降ってきました。カバーに入った片指がダメ、これも返しました橋。これでもかという力王の表情、まだ決まりません。さあ橋も虎視眈々と勝機を狙っている、切り返していってフェイスクラッシャー、腰を押さえています橋。試合時間は10分を経過しています。さあ次に攻撃を仕掛けるどちらか、力王のキックで止めた、橋が反撃に移れるか、ラリアットかわした、そしてバックに回った、抱え上げ式のバックドロップ、130キロ後ろに投げ捨てた橋。そしてロープをまたいでニュートラルコーナートップに登った。さあ力王はこちら向きになる、ミサイルキック、少し腰を痛めている橋、カバーに行きたい橋は、カバーに行きたい橋は、腰を痛んでいる、自らを叱咤激励するように大きな声を出しました橋誠。年上の後輩力王に後れを取ってはならない。橋さあ首をひねってひねってリバース DDT、 脳天後頭部を打ちつけていきました、カバーに入った。力王もなんとか肩を上げたという感じでしょうか、ダメージが乱れます力王。橋が決めるか、バックに回ったジャーマンの体勢、130キロジャーマン決めるか、力王こらえる、ヘッドバットをストマック、そして頭に打っていく。さあ左腕を取って、さあ足を取って、この体勢からどうする、130キロ上げるのか、ああストレッチボムに行こうというのは少し体勢が崩れました。力王は130キロあります。ならばと橋どうするか、もう一度行くか、いやフィッシャーマンのスープレックスホールドした、高い橋のアーチ、ブリッジを崩しました力王たけし。さあ橋は止まりません、ニックネームの突撃、その通り一直線のファイト。さあ赤コーナーのトップに橋が立って、ダイビングヘッドバット決まった、どうだ力王返しました、圧倒的な力の差のある力王、追い詰めています橋誠。ここまで対戦成績は2勝2敗、2戦2敗、果たして力王からシングル初勝利となるか、ラリアットかわした、裏剣裏剣ローリングラリアット、これがあります、一発の重さで打開しました力王たけし。過去の対戦通り有利な力王がこの3戦目も勝利を収めるのでありましょうか。さあ決めるぞ、これが飛び技、おパワーボム、防いだ防いだ、ロープに飛んだ、そしてああ輝かれた、ペアハックの体勢だ、締めていく締めていく、そして首を抱えた、普通投げた、ペアハックからブレーンバスターに移行しました。さあ力王タイムだ、決めると言ってラーリアット、カバーに入った、おお返しました、タッチが返しました、場内から大きな拍手、スキー場の斜面の上の方からも定まりのように拍手。さあ抱えてチョークスラム、ゴムマリのように橋の体が弾んだ、返した、これも返した、力王は技を出し切りました、橋が返しています。さあどうする力王、もう一度パワーボムか、さっきは決まらなかった、パワーボム溜めて溜めて落とした、決まりました、最後は18番のパワーボム、苦しんで苦しんで力王が右手を上げました。しかしこの